皆さんこんにちは。さあこんにちは。今年は例年に比べて雪が多く寒い日が続いていますが、そんな寒さにも負けない元気な佐藤市長に今月もいろんな阿蘇市の話題をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてまずは、先月1月7日に行われた阿蘇市、市長はじめご来賓の方々、また成人者の恩師の方々などが、多く駆けつけてくださいまして、成人者も華やかな装いでとても賑やかな成人式だったそうですね。すごく良かったですね。特に大人の仲間入りをしたばっかりで、新しい時代に向けて思いっきり扉を開いて、新しい世界を作っていく、そういう若者たちが大きな自分の可能性を持ちながら、269名、阿蘇市の場合は新成人の方おいででしたけれども、一堂に、募って、そしてみんなでお祝いをし、多くの、来賓の方々に来ていただいた、すごく良かったです。阿蘇市の成人式といいますと、市長は式辞の後に成人者へのエールをいつも、恒例でね、されてますが、今年はいろんなね、話題の曲とかもきちっと抑えていらっしゃってありましたね。正しいより楽しい、正しいより面白い、やりたかったことやってみよう、失敗も思い出という歌なんですけどね。この歌はその前に、式辞としてスピーチを述べさせていただいたんですけれども、そのこの歌とそのスピーチの内容が、いつもぴったりな歌を、選びながらやっておりまして、その思いが伝わってもらっておればいいなと思って、とにかく恐れることなく惑わず、チャレンジをし、トライをしていく、このことが今みんなに与えられた全ての可能性のある、そんな瞬間の時期なんですよということが伝わればと思って、いつも歌を歌わせていただいて激励をしておるところです。市長の歌というのは成人式の時だけではなくて、小中学校の入学式、卒業式、運動会とか、まさに今年の成人者の方たちはそれをずっと市長の歌を聴いてこられた年代だったので、思わぬサプライズプレゼントがそうですね、ありましたね。今おっしゃられたように、ちょうど小学校入学した、そして中学校、また今日に至るまで、成人の皆さん方が一緒に迎えられた、でもその時新成人の代表の方々からお返しの歌ではないんですけど、やっぱり自分も恐れず、そして感謝の気持ちを持ってお返しの歌をと、ということで思い切って歌っていただいたということはすごく感動しましたし、やっぱそのような若い皆さん方が思いっきり一歩を踏み出す、そんなことをあそこでまたやっていただいたということは、すごく頼もしかったし、また思い出に残った成人式だったと思っておりますけど、市長も思わずこう駆け寄って握手する、いやいや姿が、ね、感動しました。本当に印象的でした。この成人式の様子は WebTV 阿蘇でもニュースとして取り上げてますし、それもですね、TT という歌あったでしょ。 ありましたね。あれ僕成人式の時、最初歌おうと思ってしばらくトライをしておった歌だったんですよ。そうだったんですか。でも自分で一生懸命やってもなかなか覚えられないし難しいし、ちょっとこれはどうかなと思って、そして今回の成人式の歌に切り替えて、まさか歌が出てくるとはですね、だから余計感動しました。最後までやっぱ歌い切ったというのは、若い方とのアンテナがこうね、共通してたんですよね。思わぬ市長の裏話が聞けましたが、WebTV 阿蘇のニュースでも取り上げておりますので、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います。さて話題はちょっと変わるんですが、
今年はですね、インフルエンザが全国的に猛威を振るっておりまして、ね、まあ、ここ阿蘇市でも小学校などで学級閉鎖も出ています、うん、市長常々健康が一番、はい、元気が一番と、はい、いろんな場面でおっしゃってますが、うん、まあ、阿蘇市の健康の状況について、はい、今回は教えていただけますか。そうですね、阿蘇市の場合は、うん、やっぱり自分の自らの体をちゃんとやっぱり検診をしておくということが大事だからということで、住民検診を行っており、はい、その住民検診の中でも、うん、特定検診と、うん、それから各種がん検診ですか、はい、そんな分けたところでやってますけれども、うん、やっぱり生活習慣病とか、はい、あるいは重度などうしても病気にかかると、うん、いうことは年に一度でもいいから、はい、ちゃんと検診をしていただいて、うん、自分の体のチェックをしていただくと。だからそういう意味では、うん、阿蘇市の場合は、うん、確か25年からだったと思いますけれども、はい、うん、この特定検診等の推進によって、うん、住民の皆さん方が理解をしていてもらったおかげで、うん、熊本県下の、うん、14市の中でも、はい、1位ということで、うん、なんとそれを保ってきてるんですけれども、うん、ちなみに28年の時は、はい、大地震がありました、うん、そんな状態の中で検診を受けられるという方がひょっとすると少なくなるかも分かんない、はい、そんな大変な年でありましたけれども、うん、おかげさまで44.7% ですかね、うん、はい、約 45% 皆さんに受けていただいたし、それ20年の時と比較すると、はい、32.1% ですから、うん、すごくそういう意味では検診を受けていただいて上昇していると、ね、いうことですごく、うん、まあ、よかったなと思ってますけれども、うん、とにかく糖尿病から、うん、出てくる病気とかですね、はい、あるいは心臓病とか、うん、あるいは脳卒中とか、うんうんうん、やっぱそういう重度な病気にかかられる中においても、うん、やっぱり、そういう住民検診を、うん、特定検診を、うん、受けておられない方、うん、特に診療の病院でも、うん、なかなかそういう診察を受けておられない方というのが、はい、確か900人ぐらいおいでだったと思います、うん、はい、そういう方々がやっぱり重度な病気にかかって思わない伏せたりとか、うん、いうことになったりして生活を楽しむことができないということもありますので、より便利なところで検診を受けていただくように、うん、そういうシステム作りをしておりますので、うん、はい、ぜひとも受けていただけるとありがたいし、うん、阿蘇市としては、うん、まだ 55% の方が、うん、まあ、それでも受けておられない方がおいででありますから、うん、しっかりとその1年のうちの1日だけ、そうですね、時間を空けていただければ、うんうん、全て必要なところは、うん、検診を、はい、検査をしていただくということになっておりますので、うん、自分の体を大事にしていただきたいなということを思って、はい、今推進をしているところです、はい、本当にこの受診なんですけれども、受診した後はですね、阿蘇市役所の保健師の方たちが、そうですね、丁寧にデータを保健指導までしてくださると聞いております、はい、うんうん、ここ最近でポイントが上昇してますね。ポイントが上がってきてるからですね、はい、またさらにですね、長寿の阿蘇市を、そうですよ、ね、目指してせっかく自分がいただいた命ですから、うん、健康で、はい、して毎日毎日のやっぱ生活を楽しむ、うん、そんな一日一日を過ごしてほしい、はい、知っていただきたいなという気持ちで、うん、しっかりとそういう特定検診を進めておるところです、うんうん、はい、平均受診率県内のですね、全市町村10ポイント以上も上回っているということなので、そうですよね、はい、4月以降の、年に一度検診がありますので、うん、皆さんぜひ、はい、積極的に受診をしていただきたいと思います。では、ここで市長恒例のクイズをお願いいたします、はい、そうですね、はい、氷はもうこんな寒い時、うん、この阿蘇市の中でもたくさんの見どころがありますけれども、そのうちもうすっかりと定着をしてきたのが、
なんとあの自然の中での造形美、はい、寒ければ寒いほど、うん、氷の素晴らしい姿が作ってくれる、うん、そんなところが あります、はい、そこを直に見ることができますし、うん、その氷瀑を見ることができる、うん、その場所の名前は何というところでしょうか。はい、滝の名前ですね。滝ですね。これは九州の中でも、うん、なかなかそういう素晴らしい、氷の造形を見ることができるのは、うん、この滝だけだと思いますので、うん、はい、どうかたくさん応募していただければと思います。はい、ヒントはですね、阿蘇市一宮町坂梨地区で見ることができまして、でちなみに今の時期、ね、はいですね、1月13日から夜のライトアップも始まっております。2月末までの毎週土曜日午後6時から午後8時までの2時間、地元の有志の方、古賀の、あ、失礼しました地元の方たちで作る観光組合の皆さんのおかげでライトアップも見ることができますので、うん、ぜひご覧いただきたい。ライトアップもすごいんですよね。ですね。僕も2回ぐらい見に行かせていただきましたけれども、うん、地震以降、うん、久しぶりの、はい、再開でライトアップになってますので、うん、また機会があったら、うん、ぜひとも見に行っていただければと思います。はい、はい、今月の、ようこそ市長室、1月7日に行われた成人式の話題と、そして、阿蘇市の皆さんの健康の状況について市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で八木農園から紅ほっぺ4パック入り1箱を1名様にプレゼントします。ほっぺが落ちるほど美味しいことから命名されたいちごで、阿蘇五岳のふもとにある八木農園で原農薬栽培で育てられています。糖度が高く酸味とのバランスもいい今が旬のいちごです。こちらはオンラインショップ阿蘇もで取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは2月28日水曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。市長が普段からよく言う健康に関するセリフは何でしょうか？の答えは、健康が一番、元気が一番でした。たくさんのご応募お待ちしています。